FM 心 The Music of North Roots of Clever Ye。このルーツオブクレーバーの声なんか子供みたいですね。 FM 心765 The Music of Note クレバー煩悩レディオ、ここからの時間はルーツオブクレバー、私クレバーのルーツミュージックに触れてもらうというコーナーでございます。ここまではですね、結構こう自分が聴いて育ってきた曲みたいのを紹介してきたんですね。結構子供の時聴いてたやつだったりとか、そういうのが多かったんですけども、ライムスターの曲は紹介したりしましたが、今回はね、結構自分のこう血となり肉となり骨となったような音楽を紹介したいなと思います。というのはですね、この曲、今日紹介するのはアイスというグループ、日本のグループなんですけど、アイスというグループのメローブルーっていう曲なんですけど、これは自分のシングルにもなりましたハバナアイスデーっていう曲で、サンプリングしたサンプリングソースなんですよね。高校生の時にですね、渋谷の、渋谷区、渋谷ですよ。渋谷の西部に、ウェイブっていう、インフン出てちょっとややこしいんですけど、西部にウェイブっていう、レコード屋さん、CD 屋さんがあって、そこに、その当時付き合ってた彼女を連れて、こう行って、で、何にも分かってないんだけど、こう、なんか歩いてて、こういうのとか結構かっこいいんだよね、とか言って手に取ったのがそのアイス、全然分かってなかったんですけど、ジャケ買いで、なんかおすすめしてたんで、これとかやっぱかっこいいと思うんだよね、とか言って、かっこつけて買ったら、それが大当たりで、めちゃくちゃいいアルバムで、で、その中に入ってたこのメローブルーっていう曲が特に大好きだったんですよ。で、それで今、そこにいるんですけど、千春っていうね、一緒に曲作ったり、今はこう、今回のアルバムにはディレクターとして関わってくれてますけど、千春とかと宮古島で、こう、制作合宿をしたことがありまして、で、その時に自分が、楽しめるように、自分が聴いてきた日本語の曲をミックス CD にして持ってって、車でよくこう流してたんですよ。なんか歌謡曲とか、で、もちろん、その中にこのメロブルも入ってて、で、それこう日々聴いてるうちに、これサンプリングしたら曲作れそうだね、とか、なんつってな。それでそのままサンプリングして、で、なんか、こう、宮古島に橋がかかってるんですけど、大きい橋が。そこをなんか渡るようなイメージで曲を作ろうとか出てきたのが、こう、ハーバーナイスデーの、トラックなんでね。でも自分はもう、この、なんて言うんですかね。自分が好きな女性、女の人の声と書いた方の女性、女性っていうのがあると思うんですけど、それの典型的なこうボーカルと、それから何度もこのルーツオブクレバーの中では繰り返し話させていただいてますし、例えば音楽雑誌なんかでもインタビューなんかでもたくさん言わせてもらってるんですけども、こう打ち込みの音楽、機械が作り出すグルーヴみたいなのが本当に大好きで、それがいいところがこうギュッと合わさった、まさに俺が好きな一品みたいな、蒸しパンみたいな感じですよね。ギュッとこう詰まった蒸しパン、それからひき肉を使った料理みたいな感じですかね。もう俺が好きなのに決まってるだろうこれはっていうような条件がもう揃いまくってる。それから最後にまたこれもあんまり言ってなかったですけど、機械が生み出すグルーヴもちろん好きですし、機械声っていうのもすごい好きなんですよね。自分はオートチューンっていうのを使ってますけども、例えばこうボコーダーっていうのがありまして、こう鍵盤、自分の曲だったらね、心臓っていうアルバムに入ってます Tonight っていう曲とか、それで歌ってるんですけど、ボコーダーとかも大好きで、それも最後に出てくるし、もういいとこ尽くしの、曲でございます。で、さっきジャケ買いの話しましたけど、自分はそのジャケットだけでレコードを買ったり CD を買ったりっていうのを結構ずっと続けてまして、得意だなと思ってたんですけども、もう無作為で選んでた、その無作為っていうか、高校の時にやってみたジャケ買いから成功してるんで、多分この感じはね、崩れずにこれからもいけるんじゃないかなと思ってます。ジャケ買いって言えば本当に CD とかレコードになってくると思うんですけど、それこそ嘘と煩悩のジャケットすごいいいから、ある日何年か経ってこうガサガサ漁ってるやつもこれ聞いてみようかなと思うようなものなんじゃないかなと、そういう風になってくれたらいいなと思っております。というところで、じゃあ曲に戻りまして、聞いてみようかな。もうね、いろいろ喋るよりも、ここで一曲聞いてください。アイスで。さあ、では私クレバにまつわるいろいろなトピックを取り上げます。ちなみに今までのクレバミュージアム歴っていうんですか、クレバ博物館はですね、クレバ掃除の歴史、それから2周していい話とかですね、あとフィーチャリングの話だったりしたんです。いろいろ健康法の話は先週したりしたんですけども、お父さんの話、続きがもう一個あるじゃないですかみたいなのをですね、結構リクエストいただきまして、
あのちなみに一回したお父さんの話は、お父さんがあの、金魚鉢の中に手突っ込んで他の金魚をいじめる金魚を捕まえて金魚をこらって怒って金魚鉢にバッと戻したっていう話なんですけど、もう一個お父さんの話があるんですよねってあのネタ振りをしていまして、それを聞かせてくれというリクエストがですね、あの数件寄せられてるんで、ちょっとお父さんの話2したいなと思うんです。で、自分が住んでたのはあの東京都江戸川区、本当東京都の一番端っこで、まああの自転車にみんな乗ってるようなね、駅前はもう自転車がごった返してるような、まあ、そんなような街だったんですが、まあ、自分ももちろん自転車乗ってまして、で家の近くまでサイクリングロード、江戸川区ってねサイクリングロードがすっごいあの整備されてて、1回乗ったらもう区の端っこまで行けてしまうみたいなのがあったりとかして、俺ん家の近くにも堀江陸橋っていうあのでっかい陸橋があって、そこの堀江陸橋を、ね、自転車でふわーっと下っていくと、なだらかな大きい右カーブをぐーっと描いて、うちの団地の方までそのサイクリングロードが続く予定になってるんだけど、そうする予定になっててそこまだ工事中だし、もし通ったとしてもすごい遠回りになっちゃうから、その堀江陸橋ってすごい大きい陸橋を自転車で降ります、坂ザーッ降りてって右にゆるーく曲がってったところで、キュッと左にこう手前に折れるように曲がった道、そこ俺が通ってた中学校なんですが、そこの中学校の前通るとうちの団地に通るっていう道筋になってるんですよ。で、あのうちのお父さんもなんか自転車に乗って多分駅からうちに帰ってくる途中だったと思うんですよ。陸橋は通ってないんだと思うんですけど、あのまあ、お父さんも自転車で駅まで行って、まあ、帰ってくるみたいな、そういうお母さんも自転車乗ってるし、お姉ちゃんも自転車乗ってる、みんな自転車乗ってるような家だったんですけど、ある日家で待ってたらあのお父さんがピンポンって帰ってきたんですけど、なかなか入ってこないなと思ったら、ガチャってこうドア開いたんですけど、片手に箱に入ったメロン持って、左半身全身すりむけてガチャって開けたんですよ。でもその瞬間に俺は、あ、この人陸橋を降りて右にグーッと曲がって左に折れるとこでこけたなっていうのがすぐ分かったんですよで、あっていうなんか言おうとした瞬間に、あのうちのお父さんがメロンは守ったって言ったんですよいや全然左自分は守ったかもしれないけど、自分そんなにすりむけてんじゃんと思って、すごい変わった人だなと思ったっていう話なんですけどね。何を守った、だったらメロン放り投げて自分守れよって気がするんですけど、やっぱメロン食べさせたかったんでしょうね守ってくれましたっていう話でした。あのお父さんにね、このような事件が度重なって起こんないように、あのクレバのアルバムから度重なるという曲をかけてみたいと思います。あの頃の風景、当時はほろ苦くても今ならキラキラと輝いているはず。ヒロティザミュージックモーニングでそんな感覚を楽しんでください。月曜から木曜毎朝午前6時スタート。第12回大阪アジアン映画祭、アジア各国の話題作や最新作を一挙上映。3月3日から12日、会場は梅田ブレックセブン、 ABC ホール、シネリーブル梅田、阪急梅田ホールほか、詳しくは大阪アジアン映画祭公式ホームページまで。ハウンドドッグライブ決定、アウトスタンディングロックンロールショー2017ローリングナイト、3月18日19日モルノミヤピロティホール、2日間内容を変えて大友康平の魂の叫びが響き渡ります。前売り券ただいま発売中、お問い合わせは共同インフォメーションまで。煩悩レディオ、クレバ、クレバ、煩悩レディオ、ザ・ミュージック・オブ・ノート、クレバ煩悩レディオ。またね、あのオリックス劇場であったライブのリスナーからのメールを紹介してみたいなと思います。そうですね、KFC まちゃこさん、女性37歳、住吉区の方です。クレバ様、スタッフの皆様こんばんは。トータルクレバ in 大阪 2days 参戦してからのラジオです。うちも初めてリクエストしました。ラジオにリクエストしたの初めてだ。ロストバージン説ですねこれね。いろんな方のロストバージンを奪ってますけど、これここだ、この部分だけピックアップされると大変なことになりますから、ちょっとそういうことやめてほしいなと思いますけどもね。
ライブは何回目っていうくらい参戦させてもらってます。ありがとうございます。一人参戦したアーティストもクレバ様が初めてです。ああ、一人でライブ、ああ、ありがたいですね。新たな最高をありがとうございました。これだからクレバ様のライブはやめられない。ありがとうございます。それからね、レモンバームさん、豊中市、女性49歳、クレバこんばんは、呼び捨てですねいいんですけど、作ればこんばんは。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。2月11日12日大阪でのライブに参加しました。11日は息子と、12日は一人で会いに行きました。どのシーンのクレバもかっこよくって、素敵すぎて、どの曲もよくって最高の時間でした。会えてよかったと心から思いました。楽しみで楽しみで仕方なかったライブ、あっという間に終わってしまいました。6月10日の神戸も参加予定です。何事もなくまた笑顔で会えますように。お体大切にしてくださいね。大好きです。ありがとうございますね。嬉しいですね。でも呼び捨てなんですね、そういう小さいこと気にしていくっていうね、それからね、幸野さん、和歌山市、女性47歳、大阪 2days 最高でした。途中歌詞がグッときて4回ほど涙腺崩壊しかけました。崩壊していいんじゃないでしょうかね、これね。また行きたくなって6月の神戸もチケット取ってしまいそうです。取ってください、ここに書いてあります、ディレクターの小川さんから取ってくださいって書いてありますこれね。涙腺は崩壊しかけますし、チケットも取ってしまいそうだ。どっちも崩壊していいし、取ってください、ありがとうございます。それからね、京都市山科区、加陽子さん、クレバス様、スタッフ様こんばんは。トータル908大阪公演 2days 参戦いたしました。ありがとうございます。あの曲がキャー、この曲がキャーと期待していた遥か上のライブ内容で、もう幸せすぎて大爆発してしまいそうでした。私事ですが、最近仕事で辛い出来事があり、もう何もかもダメだと思っていたのですが、クレバさんのライブに行き、音と言葉を肌で感じ、何を悩んでいる私にはクレバがついているじゃないかと、前に進む力をもらい、ライブ中ボロボロと泣いてしまいました。ライブ後には一回りも二回りも強くなれた気がします。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつもいつも支えてくれるクレバさんに感謝しつつ、これからも大切な友達と一緒にクレバさんをずっと応援していきますと。ありがとうございます。今ね、ご紹介した皆さん、それからその他にもですね、たくさんこの曲にリクエストいただいておりますので、その曲をかけたいと思います。クレバでもう会いたくて、聴いてください。FM 心でお会いできたら嬉しいなと思います。 FM 心765 The Music of Note クレバ煩悩レディオ、ここまでの相手はクレバでした。どうもありがとうございました。